はい、じゃあ続きからやっていこう。よし。さあ、ここを出よう。うん、マップですね。うわぁ、すげぇ。えぐいな。えぐいですね。あれ？どっちから来たんだ？こっちからだよな。うん。こっちは開かない。さあ、青皿だ。マスクつけたもんな。あのさ、そのテスのことなんて言っていいのか。これからのルールだ。ムルカさん、テスが死んだシーンか、ね、死んだと全然見に行かなかったよね。お互いに過去の話はやめておこう。それと、お前の症状については誰にも話すな。行かれてると思われるが殺される。あともう一つ、俺が指示したら指示した通りにやれ。いいな。うん、行ってみろ。あんたに従う。そうだ。何キロか北に町があって、俺に借りがあるやつがいる。車が手に入るかもしれない。わかった。じゃあ行くぞ。ほう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 、ほんもほんもわかったぞ。ふんふんふん。あそこめんどいぞ。え？あそこめんどいぞ。そうなの？ほら、あそこだ。さあ、こっちの方が近い。確か車を手に入れて逃げるシーンがね、ほんと超多かった気がする。敵が別にただん、こんなの見たの初めてだったから。グロいシーン。森のことか。グロいっていうか、もう敵の数。森って初めて。森っていいね。弾ねえじゃん。弾ないよ。だから大事にうまく隠密していかないと。なんでマーリンのところに戻らないの？自分で連れて行けるなら俺たちに預けないだろう。怪我は治ったかもよ。怒らせる気はないが、そもそもあいつがまだ生きてる保証すらないんだ。これはリボルバーというよりもあれじゃない？うん？あの、これはリボルバーというよりもあれじゃない？どうせ町へ無事に戻るのが難しいんだ。なんだっけ？日本の警察が持ってるやつ。ああ、南部？うん。町へ戻れるならそうするさ。ですね、それに似てますよね。これ以上持てない。これ以上持てないからなんか作ろう。ナイフだ。ナイフを。と回復がないね。で、もう一本二つ作っとこう。うん。下手くそだから。で、感染者多くなったら瓶も役に立つよ。うん？感染者が多くなったら。とりあえずレンガ投げて集めて、うんうん、そこに火炎瓶。ほうほうほう。何あれ？何や？何あれ？何があれなのか。今なかった？ウサギが死んでた。ウサギじゃなかったよ。なんかあったか？何もないぞ。今のなんか死体に見えた。何もないぞ。よいしょ。何もないね。タイタン乗れば、よっと。ん？タイタンに乗るんだ。タイタン？ロボ？うん。いやー、出てくるわけないでしょ。ロボの場も無敵だよ。ねえ、無敵だよね。さあ、できました。ここどこでしょう？ここはね、とりあえずなんかあの左の建物から行けそうですね。うん、確かなんか上乗ったりした気がする。いろいろ
ねえ見て。ん？ホタルだ。これ本物だよ。ああ分かってる。ってことは近くに綺麗な水があると。ごめん見とれてた。ルカちゃんのところってホタルとかいる？いますよ。普通に見れますが。普通にそこら辺歩いてても見える？ちょこーっとね、行かないと。上から見てみよう。鉄パイプ。いいね。しかもあれだよ、ハサミついてるから強くなってる。ほう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 。誰が作ったんだこれは。この。あーちょー。で、とりあえず持ったら一回振り回してみたくなるよね。うん。ん？なんかさっきなんか変なアクションが出たような気がしたんだけど。あ、違うか。これか。画面効果か。よいしょ。ん？やっぱこれで上に橋で。で？多分今のところからここのところにつないで、あれ渡るんじゃないかな。かな？だった気がする。ほら。ああだね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 。ここに置くんかな。そうしないと取れないもんね。うん。よいしょ。で、ぽい。あ、落ちた。よいしょ。よく覚えてるもんだな。さすが。かけて、で、置く。よし、行こう。で、この橋の真ん中で、ヒップドロップ。あ、今日で。ビル、お前か。いつもどこで会うの？あ？場合による。ここ来たことないんでしょ。ここに住んでるのは知ってたが、車貸してくれる人のとこ行けば結構装備もいろいろ揃えるはずだよ。確かここだといいな。もうちょいかな、その町入って。うんうんうん。そうよると敵多くなるよ。敵が多くなるのは勘弁してほしいな。町なんてそこら中におるもん。なんか襲われるんですよね。うん、もうあるね。で、その車貸してくれるおっさんと一緒になんかしていく感じかな。うんうんうん。どっち作ったか。とりあえず、瓶一本持っててもいいんじゃない？だよね。というか、あれけどさっき瓶一本作ってたような気がしたんだけど、なかったかな。まだ作ってなかったね。最初作ってたような気がしたけど。まあとりあえずレンガだ。レンガで攻撃だ。これはダメだ。他の場所を探そう。こっちだ。敵おるよ。気をつけろ。高いぞ。こっち入ったら結構。ほう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 。うん。多分出ると思うよ。なんか言葉が。レンガの方がいいよな。投げ物が折ってるってことはもう敵がいるってことで。早速。ダイレクトに。ん？ダイレクトに当てるんすか。うん、ダイレクトに当ててみる。えいっ！あ、間違えた。おい！ダメか。で、もう一回瓶、後ろに瓶が来たら。やっぱね、これはね、ひるませるか、
あとはおびき寄せるとかにしか使えないな。火力はないよ、投げてる。ダメだね。あえて放置。けどいるもん。知ってる。まだ見つかってないからとりあえずおこの中2人入ってるね。燃やしちゃおうか。いや投げて瓶で投げておびき寄せてからの方がいいよ。適当に真ん中ら辺に投げてで向かってくるから、そしたらファイヤーファイヤー。まあこんな雑魚には持たないけど、こんな感じで使うと楽よ。うん、特にあの第三形態のあの変なやつとか。変なやつ。うん、あの超音波出してる。ほう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 。エリーは一体どこを凝視してるんですか。ん？エリーは一体今どこを凝視してるんだかって感じ。ねえ、ねえ、自分もそうです。そこら辺を気になるところですね。なんかあの今右の方にある角のところ見たら、なんか物資なかった？ん、後ろ。後ろ、うん。そこじゃない。さっきなんかレンガ投げたやつがいたとこ。ああ。その奥かな。なんかなかったっけ？投げ物だけか。投げ物だけですね。ビン、ビン、ビン、ビン。ビン。玉よこせ。じゃあこっちもビンだけかな？けどこっちを降りたら上がってこれなくなりそうなんだが。上行けるんだ。そこの。あ。うまい。ほう。いいね。いいね。いっぱいだ。イエイイエイイエイ。これじゃ持てない。ライフル弾詰めてあるマックスに。あ、そうか、ボルトアクションだもんね。一発一発だったね。一応ハンドガンでこれだけリロードしとけば今一発だから。ん？リロードしといた方がいいんじゃない？ガッチャン、うん、はい。こっちもリロードしといたら今3発だから、うん、遅いんだよねこれリロードが、うん、はい。と登れるね。うん、登れるね。その階段登ってこれで階段登って。ここ入れる。けどこっちがなんだよ？じゃあ。うん。つながってんじゃない？よいしょ。入るぞ。入る。もう入ってる。大丈夫いない？ねえ、普通に動いてたけど。いないね。止まってろ。いや、あさり、あさるんだ。すべてはあさりから始まるんだ。ガチャ。何もない。おぉ。おぉ。ヒントが出てますね。D を持ち上げて、フェンスの向こう側からゲートを開けさせろ。ってことはちょっとな武器リロード、うん、リロードリロードリロードは大事です。
なんかこれさ、開けた瞬間向こうからいっぱい来そうな気がするよね。ねえ。ダメだ。反対から塞いである。持ち上げてよ。いや、やめといた方がいい。私は持ち上げらんないから、そうするしかないでしょ。よし。これいい。開けるだけだ。他はいい。いいお尻だよ。気をつけろ。相変わらず。相変わらずです。よいしょ。いいよ、足りないで、やっぱり。やったやったじゃじゃーん。いや、じゃじゃーん。偉いぞ。偉すぎるよね。なんでなんでしたいよ。ねえ、友達から車を借りたとして、その後は？そうだな、トミーを探す。あんたの弟のこと？しかもあいつは、まあ、懐かしいな。はい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 。情報を持ってる。行き先がわからない。弟はまだまだ先だった気がする。車から馬に乗り換えた時だったな。いそういないな。見て。何これ？ノームだ。ああ、ノームだ。ノームが描かれた画集持ってたんだ。妖精ね。すごく可愛いよね。妖精はダメ。気持ち悪い。ダメだって。ダメなんだ。ノームは良くて妖精はダメか。よっしゃ。ここで火炎瓶を作って、ナイフが作れるから、ナイフを3本。で、回収。よし。お、なんだこれは。なんか光ってるぞ。お、もうそろそろポイント溜まったんじゃないか。そうだ。お、溜まってるね。ね、よし、体力最大値。うん、次100か。なかなかだな。聞き耳結構。聞き耳大事だと思うけどな、やっぱり。うん、次聞き耳ですね。とりあえず僕には体力が必要なので横っちょから攻めていきましょう。今どこは？うん。よいしょ。早じゃないの？うん。まだ早い。強制避難って書いてあるけど。こっち行ったら、まあ、あれだよ。どこへ逃げるの？それはな、隔離地域だ。感染者が。こっち側がスタートなの。こっち側に向けていくんか。そうそうそう。だからさっきの方から行ってった方がいいよ。辛いね。何もかも。マップがわからない。マップ。マシな方だ。床屋だよ、これ床屋。で、入る前には必ず、お耳を立てましょう。うん、そうですね。いいかもしれんから。いたね。あれ、エリーか。あれはエリーですね。開きません。開かないのか。ここはなんだ。ここはなんだろう。わあ、すごい。ピザ屋。なんかあるぞ。あ、これエリーが好きなゲームじゃん。やったことあるのか。うん。でもこのゲームを大好きな友達がいた。この話がその後々のエリーの話でわかるよ。なんかね、エンジェルナイフってキャラがいるらしいんだけど、なんだっけ。そうなんだ。パンチしてお腹に穴開けるんだって。つい俺さっき昨日見たからわかる。あ、そうなんだ。どうも苦手だったな。めっちゃ面白いよ。遊んでみたかったな。
もうネタバレ OK なんだっけ、全部。とりあえずネタバレ OK ですよ。そのエリーの、要はその、なんでかその感染しないのかっていう、そのエリーのストーリーやるときにね、なんだっけな、そのエリーの友達の女がいるんだけど。はい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 。で、そいつと一緒にやるんだけど、そのゲーセンみたいなとこで、あの機械自体はもうぶっ壊れて使えないんだけど、なんか目を閉じて妄想でとか言って、ほうほうほう、すごいもうひたすら出てくるコマンドを押してやっていく感じ、面白いよ。あと後半水鉄砲戦とかあるからね。水鉄砲、ほうほうほう、うん、面白い。いいねいいね。ここはピザ屋さん。なんかピザ屋にしては厨房もないね。あった？ん？厨房がないね、ピザ屋にしては。あ、ありましたよ、私が。あった？ピザ屋ってやっぱでっかいかまどがね、あるイメージで。ああ、かまどあったかな。けど、かまど、かまど見て、これ？違うよな。これじゃないの？これなんか、なんか違うな。違うな。けどほらほら、ここにピザ。ピザって書いてあるね。よいしょ。広いね、マップが。うん。ほとんどあと右側入れなかった気がする。左側の方に入ったり進んでいくと、うんうんうん。その色と車貸してくれるおっさんがいるはずなんだけどな。うんうん。あと、罠とかあるよ。うっ、なんだ、わぁ、びっくりした。なんだ、完全なようにそのおっさんが罠を張ってるんだよね。ビルの仕掛けたトラップだ。なんかそれを一個一個解除していかないと。アウト。おかしいなんてもんじゃないな。ここか、ここが目的地か。ビルは密売してた時の仲間で、うん、右側は多分ほとんど入れない。調達係だ。うん、会うわ、飛ばされなきゃいいけど。気をつけて移動すれば大丈夫だ。そう、あれはビルの仕業だ。他に誰かいるの？俺が知る限りビルだけだ。そのお店入らないの？ん？ここ、左の。うん、今右に。そうそうそう。これ？なんか、ここが目的地じゃないの？ここじゃないよ。あ、ここじゃないんだ。このさらに奥。うわ、ねえ、ちょっと見て。ドラムセットやん。ドラムセット。スタジオじゃないの。楽器屋さん？ならないじゃないか。壊れてるんだ、この楽器。楽器屋さんとか、音楽屋ですね。うん。レコード屋ショップですね。1万人ぐらい盗んでもバレないよ。なんかここにあったな。ハンドガンの弾。そう。お、いろいろあるね。うん。防衛戦のものも。メモとかそういうの一切見ない感じ？ん？見たり見なかったりだな。密入者から見てないよね。ん？密入者から見てないよね。密入者、うん、そのあたりから見てないね。相手はフランクというやつだって。はいはい。金庫をパスワード使え。パスワードか。あれ？けど、これ、え？ん？それどこで拾った？そのパスワードのやつ。そう、ん？あれ？けどこれ、ん？
ボブへのメモの前。うん。どこら辺で拾ったっけ。いや、これ最初の方ですよ、確か。あ、じゃあもう終わったやつか。拾ってないんだけどね。で、よっと外出るとその罠がいろいろ貼ってあるから、罠を返りつつ、感じかな、うん。なんか悲しいよね。何が？レコードはこんなにあるのに、聞く人がいないんだ。とにかく、おかしい。うん。ここにもないな。こんなもんかな、ここは。こんなもんです。なんかぶっ飛んでる、左。なんかぶっ飛んでるね。え、こういうのでトラップとかでわかるの？確か君で分かったはずなんだけど、普通にもしかしたら目で見てわかるのもあるし、聞き身だったような、どっちだったかな。よし、開いた。すごいね、やり方を教えて。ああしてこうしてこうやるんだ。まあもうエリーをちゃんと手取り足取り教えてあげないと。ふふふ、これなんだ。何もないのか。アサリ。開けそうだけど開かない。ないね。これか。ワイヤーがあるだろう。あれに触れないように動けば大丈夫だ。分かった。で、確か感染者とか来たら、いろいろと弓あるんじゃない。ビルは弓が得意なの。らしいな。感染者とか来たら、あえてあれを爆発したりとか、そういうことした気がするような、しなかったような。これははしごだね。はしごだね。多分あそこにかけていくんだろう。今折ってたよ。そこに、普通にそこに。もう、じゃあもう、まあ、行っちゃうか。と思ったら、多分そろそろじゃないのかな、時間的に。早いね。あと5分程度。けどまあ30分は多分回ってると思いますね。早いですね。はい、こら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 、起きなさい起きなさい。なんでこの人からソファーがあるかね。ねえ。しかも弓発見。こいつは。弓強いけどね。結構打つの得意だから。弓強い。こういうのは俺に任せとけ。あと弾がね。武器を持てば助け合える。打ったら拾えるしね。あ、そうなんだ。矢が拾い放題だから。ほうほうほう。ただ弓ほら、何も最初弓のレベルとか、あれ？ストーリーだと武器のレベルとかあったっけ？ないよね。ないと思う。さてと、じゃあ聞き耳を立てましょう。立つきましょう。いや、はい。S0、ピーン。で、次に、ナイフじゃない。ナイフを一本作って、回復。で、ビームを作っとこう。よっしゃ、これで OK！ ヒッヘッヘ。オッケー。他なんか下あるんかな。
そうだ。あるんかなと思って、あ、今の木の棒取らなきゃだったかな。ねえ、なんか取らないといけないっぽいんだけど。うん。ここかける感じだった気がする。だね、だね、だね、だね。なんか懐かしいな、このシーン。誰かもここ降りてなんかないかなとか探してた気がする、なんか。うん、なんかありそうだ。上がれなくなったっていうオチはないよね。うん、ないな。何もねえじゃん。うん、ないね。とはい、よし、こいつを使おう。こいつを、はい、どうぞ。よしよしよし、バッタン、バッタン。おい、そこかい。よし、ここで一回録画停止しよう。はい、はい、録画停止します。